はい、えー、皆さんこんにちは、えー、取材するユーチューバーことに入足通信社の須田慎一郎です、えー、今日はですねあのー、視聴者の方がですね大きな期待してるっていうかですね告知しちゃったんですよあ はい、あの中村さんにえまあ動画にあるいは今日の金曜日にですね取材に行くということをですね告知しましたらですねあの楽しみにしてますという声が出ておりますのでその楽しみにされているえ中村ねえ農林副大臣に今日はご登場願いましたまあ農林副大臣というよりもあの例のですね責任ある積極財政を推進する議員連盟の共同代表筆頭代表ですか、これは。 そういうことになってますね。という方に今日はご登場願いました。ということなんですけれども先立っての高さなえ政調会長に提出された提言真水50兆円の。大型の補正予算を編成するべきだということで提出されましてその前にちょっと本題に入ります前にですねちょっと一点訂正しなきゃならないことがあって。 あの中村さんからもよく謝罪する YouTuber って言われてるんですが <laughs> 当日開かれた、まあ、本来だったら異労会なんですが、はい、あ安倍さんをしのぶ会というのが開かれて実はあの会合は「異労会」っていう名目で本来開かれるんだったら、うん、安倍さんと高さ早苗政調会長も。 お出席される予定だっったんんでですすてそうなんです政調全体会議の中で骨、ええ、太方針の議論をした折にですね、ええ、私たち議連のメンバーが積極的にその、まあ、PB 黒字化目標のカレンダーベースで置かないですとか、えええー、財務省がいつの間にかかけてたキャップを外すですとか、ええ、そういったことについて一生懸命、えー、みんなで頑張ってですね、うん、押し戻して、うん、最終的には高市政調会長が「ただし」 重要な政策の選択肢を狭めることがあってはならないという一言を岸田総理とですね、うん、膝詰めで、えー、協議して入れてくれたんですが、うん、安倍総理がですね、えー、みんな頑張ってくれたから、うん、7月20日にみんなでご慰労会やろうやという話を、えーまあ、木内先生がそういうふうに安倍総理に言ったらいいねそれということで、うん、安倍さんがご馳走してくれることになったんですよ。えー、でじゃあ,あ みんなでお呼ばれしようかと、うん、それで、えー、じゃあ高市政調会長も頑張ってくれたんで、うん、高市政調会長もお声掛けしましょうということで、えー、その慰労会をやるはずだったんですが、えー、まあ安倍総理が教団に倒れられてね、うん、結局は、まあ、やらないと中止をするっていうことですしかし忍ぶ会だけに形変えても、うん、集まろうっていう声もあってですね、うん まあ、若手のメンバーだけでね木内、うんえー、先生中心に今,開いた、あのー、今繰り返し木内さんっていう名前が出てきましたけれども顧問を木、はいえー、内稔代議士が務められているんですよね。はい、はい、そうですまあこれ若手議員の集まりといってもやっぱり木内さんの役割って結構大きいんですか 私たちはの議連っていうのは衆、ええ、さんの議員歴10年未満の、うん、メンバーに声かけているんです、うん、190名ちょっといるんですけど、ええ、そのうち87名が、ええ、まあ今メンバーですけれども衆、うん、さんはまあキス上ですから、ええ、本当はメンバーには入らないんですけど。うん あの考え方が同じであって我々があお声かけする本田悦郎さんですとかそういった有識者の方とも信頼関係があってですねそういったことで顧問にお願いをしたんですが、うん、やっぱり木内稔先生はですね顧問という立場をですね、ええ、非常にこう重く受け止めていただきましてあ<ー>まず安倍晋三先生との 密接なつなつぎ役をしててくれ紀連の勉強会に安倍総理がですね二度講師としてお越しになりましたしその折にもう重要な発言をしてくれていますそれに加えてですね毎週設立補欠のメンバーなんですけど10人ぐらいの若手で毎週お昼を食べながらですねえいろんな今後の勉強会の予定もそうですし のの会議に対する発言の方向性もですね、うん、やってたんですがその時に木内さんが安倍総理に声かけて、うん「若手頑張ってから安倍さんも来てよ」って言って、うん「そうか」っつって安倍さん二度も三度も来てくれましたね、えー。お昼の時間 そうですね始まってから終わるまで阿部さん行ってくれて、うん、もう話好きですからいろんな話をしてくれてですね、うん、すごく勉強になりました。うん、あのさんは顧問としてですね、うんうん あまりできるだけ表面に出ないようにしながらも弁当代も出してくれるし弁当代出してくれて弁当代も出してくれて <laughs>、えー、安倍さんが来る時は安倍さんが出してくれるでしょ、えーえー、その時はちょっと弁当が豪華になるんですあ豪華なん <laughs> <laughs> はい九州顧問はですねそういうふうに我が我がって言って手柄を取るような議員ではなくてですね、えー、あのみんなに手柄を立ててもらおうと、うん、それによって 多くのメンバーを見つってもらおうとそういう姿勢の方ですので顧問としては本当にすごい働きをしててくれますお話伺ってるとねどうなんでしょうやっぱり安倍元首相というと憲法改正あるいはこの積極財政かなり思い入れ深くっていうんですかね頑張って進めてこられましたよね。でそうするとこの議連というのはある意味でもし間違ってたら教えていただきたいんですが。 安倍さんのある意味で思、うんえー、いと言っていんですかそれを実現するためもの議連という位置づけになるんですか、うん、それとも全く別には、うん、スタートしてるんだけれども、うん、狙う目指すところが一緒だったというそういう理解でいいんですか、うん、どっちが全く別なあ安倍総理とはですね全く別に今の財政運営に疑問を持ってつまり25年間も経済成長しない給料が上がらない。えーうん 国際競争力はトップクラスから31位にまで落ちてると、ええ、こんなことでいいはずがないと、うんうん、これは転換しなきゃダメだと、うん、ちゃんと成長して給料が上がって、えー、国際競争力もねまた高めていく必要があるという思いで、うんえー、これまで財政健全化という お題目でやってきた、うん、不健全な財政運営を健全な財政運営に戻していこうということで、うん、始めた議員連盟です、ねうんうん、ところが先日高市政調会長に真水50兆円の補正予算を編成するように要望活動を行いました、うんうん、高市政調会長はですね、えー、創生日本を立ち上げた時に、うん、もう多分10年近く前なんでしょうね、うんえー、安倍さんが 我々はやり残したこととがあると、うんえー、憲法改正、うん、それからあ防衛力の強化、うん、そして強い経済、うん、この3つを挙げられたっていうふうにおっしゃってまして、うん、それは私たちの思いと全く同じでですね、うん、安倍晋三先生は私のお地元に来た時もですね、うんえー、世界の真ん中で輝く日本をもう一度作り あげようではありませんかというふうにまあおっしゃってるんですが世界の真ん中で輝く日本というのはやはり尊敬される日本であることとそれとやっぱり強い日本であるってことこがまあ私はそう思ってるんですその強いの中にはもちろん法律戦で負けないような憲法改正も重要ですけれども。 経済の安全保障ではなくて、うん、安全保障のための経済の強化だと思うんですよ。うん、うん、そういうふうに安倍さんはおっしゃってると思うし。うん、まあ歴、歴戦歴史認識でですねえ。うん、事実に基づいた歴史認識によって歴史戦で負けないということも入ってると思うんですよ。うんうん、そういうふうにあの強くて尊敬される日本を再び取り戻そうということをこう。 私は安倍さんはおっしゃってたと思ってて、うん、高市政調会長も創生日本を立ち上げるときに安倍さんそうおっしゃってたっていうのを聞くと、うん、まさにマッチしてるですからこの議連の立ち上げのきに安倍晋三先生の左ションがあったりっていうことは全くないんで今これ2月から日に立ち上げて4か月5か月活動する中でですね、うんうん、安倍晋三先生も私たちとの昼食に。 まあ、2度3度とご一緒して頂い,いて、うん、その安倍先生の考え方がですね私たちにもだいぶ浸透してきていると、うん、そういうことだと思います。うん、あの中村さんという文、ねはい、副大臣というと、はい、あの麻生派じゃないですか、はい、で世の中的にあるいはマスコミ的には麻生さんっていうと、うん、なんか緊縮財政派のなんか、うん、裏ボスっていうかドンみたいな <laughs> <laughs> そこって派閥の中では。はい 大大丈丈夫夫なんでですすかおまずね議員が議論する勉強することをあげるようなことは麻生さんは一切しませんし麻生派の先輩議員もそういったことは一切しませんそれに加えてですね財務大臣になる前はもうデフレーションから脱却するのが最高大事なんだと今一番大事なんだと財政再建はその後の話なんだっていうふうに麻生さんが言ってる 動画いくつも残っってますかから分経済人ですからちゃんとねバランスシートで見て見るべきだとそれで銀行貸すだろうって対策した表で貸すだろうっていうのも分かってるしただ麻生さんちはね自分を財務大臣として支えてくれた部下をねやっぱり大事にする人なんですねなるほどねだから全く反対のことは言えないんだろうと思いますので多分 僕は麻生先生の言えないことを僕が代わりに言ってるつもりで言いますよ、うん、なるほどつもりで言いますけど、えー、あのまあ まあ、笑っっっててててくださいよって感じでででたもかす私この部屋に入ってきた時に麻生さんと一緒に五島に行った写真がにこやかに笑ってるんで、えーえー、仲悪くないんだなっていうのはそしてもう一点ね、えー、やっぱりこれだけのことを主張しているとしかも共同代表筆、まあ、人代表っていうことでね、はいはい、やっとられるとやっぱり財務省からの働きかけというかプレッシャーっていうのは 相当大きいいんじゃないかなと、うん、あのです、ね、私当選した当時から麻生派に入会をして<ー>麻生派の若手のメンバーっていうのは、うん、財務省の司刑官とかね、うんえー、そういったクラスの皆さんとコロナになる前は年に2回ほどは勉強会を開いて、うん、財務省のお話も聞いて、えー、そして我々の質問にも答えてもらって、うん、その後食事もしたり。 ビール飲んだりしながらですね、うん、語り合ってきたわけですよ、うん、ですすよから結構財務省の皆さんとも、えー、あの仲良くずっとしてきてましてね、えー、まあ時にはまあ地元から来たアスパラをですね、えー、これおいしいの届いたから地域の PR だから食べてみてなって言いながらですね仲良くしてきてるんですよね。えーうん、でまあ今私もこういう立場で活動してますが。 あの強いいいいプレッシャーを受けてることはななでですないですむしろ今あの私たちの議連の国起人を務めた若手の皆さんからはですね、うん、財務省の皆さんとも我々も一緒にね、うんえー、勉強した方がいいと、うん、つまり我々の考えも聞いてほしいし、うん、財務省の考えを聞きながら疑問があったらちゃんとね、えー、しっかり議論していくことも必要でないかっていう声も出てますんで。うん えそういうあの失、ー、礼もねしていきたいなと思ってます。うん、やっぱり公務員ってね、ええ、法律に基づいて仕事するじゃないですか。はいはい、だから、ね、財務省設置法にはね財政の健全な運営を図るっていうふうにね、うん、ちゃんと目的があるので、ええ、彼はもうその法律に基づいてやるとああいうふうになっちゃうのかなと思いますけどね。うん だからそういう点でいうとねよく、うん、まあ今回のね参議院選挙あるいは全通常国会の会期末に4党が共同提出した消費税減税法案っていうのがありますよねなおかつ参議院選挙でもそこを争点として掲げてきた、うんうん、で自民党はやる気ないと。 うん、いうようなことをよく言うけれどもうん、うん、やっぱり今の話聞いていくとねうん、うん、与党としてねうん、うん、やっぱりその行政を回していかなきゃならない、はいね、議会政治ですからね、あのー、そして法律もきちんと作っていかなきゃならないという責任ある立場としたらうん、うん、あんまりこう敵味方に分かれてやるわけにはどんぱちするわけにいかないですよね野党はどっちかというとそういう立場にないから、うんはい、もうある種こう。うん えー、自分たちのやりたいことを、まあ、無責任とは言わないけれどもどんどん打ち上げることはできるけれども、うん、与党としてはその辺折り合いつけてす、はい、り合わせしてやっていかなきゃならないというそういう難しさっていうのはあるんでしょうね。もちろんそうですあの。特に参議院選挙で政権が変わるわけじゃありませんので、えーえー、自公連立政権で岸田内閣がまあ続くわけですよね。うん、その中で、えー、無責任ねできもしないことを言うわけにはいきませんし、うん、自民党内も民主主義がありますので。うん 自民党内で多数の先生方の支持をいただく政策でなければね私たちも提案をしていくわけにいかないという思ってますのであの消費税が目的税ではなくてないので社会保障目的税で,ではないので消費税をゼロにしたら年金を下げなきゃいけないとかそんなことはないんですけれどもただそういった議論を自民党内でですね巻き起こして。 えー、多数を取れるというところまでまだ熟してないと思いますので、うん、それらはやっぱり責任を持ってですね、うんえー、しっかり与党としてのです、ね、立ち振る舞いをしていかなければならないと国民向けいいことばっかり言ってられないっていういやもちろんですそれこそ無責任というわけにはいきませんので、うん、責任あるという冠をつけてますんでね。うん で今回は、ね、取材させていただいてる議員連盟なんですけれども先ほど87名っていうおっしゃいましたけれどもこれよく見てみると、はい、やっぱり中村さんがね麻生派であるかのあるのごとくですねかなり派閥横断でですす。ね。そう自民党ってそういうところでなんか派閥ごとになんか色が決まってるわけじゃなくて、はい、結構自由に 活動でできるんだなっていうのははい、あのそこはですね、ええ、あの中選挙区時代の派閥とは全く違うと思いますし、うん、政策のテーマごとにですね、うん、それぞれ考えがありますので、えええー、議員の中にはあ私たちの考えに賛同する方もたくさんいますし、うん、やっぱり1回目の 勉強会っていうか、まあ、設立総会の講師が安倍晋三先生と本田一郎先生でしたんで、うんまあ、その話を聞いて、えー、入会してくれた議員もたくさんいると思うんですね、うん、しかしそういったきっかけでさまざまな有識者の皆さんのお話を聞くとどうやら今まで、えー、私たちが刷り込まれてきたことは違うぞとなるほど、うん、つまり、うん、日本の財政は、うんえー、すごく厳しくて、えー、破綻するかもしれないとかですね、えー 国債が紙くずにななかかもしれないとこれ以上国債出すと金利が暴騰するとかねはい、はい、全然なってないですし、うんえー、家計に例えて、うんえー、国の借金は、うんえー、国民1人当たり870万円の、ね、借金だっていうようなことを言ってみたり、うん、これは違いますから政府の借金であり、えー、債権者はく国民側ですからはい、はい、そういったことであったり、まあ、あ日銀との関係でもですね、うん、安倍晋三先生がおっしゃったように。 IMF なんかもやっぱりえ統合政府でやっぱり見てる面がありますので子子会会社社でででははなないけどののよようなものではあるんですよねまあそういったことを考えた時にですねどうやら今までこう大手の新聞社の皆さんが書いてきたことの中にも随分違うことがあるぞということは私たちも えー、西田本部とぬかが本部と両方の有識者の皆さんのお話聞きながら分かってきてましたんでこれはやっぱり次世代のつけにを回すことにはならないんだと、うんうん、そして経済をしっかり立て直していく必要があるんだと、うん、若い人の給料上がっていかないと少子化も解消できないんだっていうようなことを考えた時にですね、はいうん、やっぱり財政運営のの転換といううはもう 絶対に必要なことだと思って今一生懸命やってるっていうことであのもちろん87名の会員の中にはまあすごく熱心な人とまあ,まあ勉強してみようっていう人とまあ声かけられたから入ってよっていう人もいるかもしれませんけどしかし安倍晋三先生もおっしゃいますけどこれほどマクロ経済を自民党の議員が勉強したことはないと。議員っていうのは あのミクロなんですよ、うん、要するに決まった予算の中で自分の選挙区にどれだけ引っ張ってくるかとかねそういうミクロな話で、うん、じゃあ国全体のマクロ経済世界の中での日本の立ち位置とかっていう意味での、うんうん、マクロ経済を勉強したことはないんだというお話をされていて第一次安倍政権が終わって野党に政権が移って、うん、次に総理になるまでの5年間 安倍先生は相当マイクロ経済が勉強されてて、うん、そしてアベノミクスを提唱し、うん、自信満々でニューヨーク証券取引所でバイバイアベノミクスとこうやったわけですよ。うん、それぐらい自信があったアベノミクスが、うん、また、あ、笛脱却宣言までいかなかったっていうのを多分 2, 2度の消費税を3党合意に基づいてやらなきゃならなかった、うん、そして、うん、プライマリーバランス黒字化目標っていうのがあ何年 だねっていうふうに決まっていたので。その二つのことで達成できなかったということをですね。忸怩たる思いで、いらっしゃったと思います。悔しかったんだろうと思います。なんとかこれを実現したいという気持ちをね。今持ってらっしゃったと思いますよ。そう感じました。まあ、そういう話を聞くと、ちょっとね。涙腺が緩んできました。そうですね。そうですね。うん。 あのそこでなんですけどねどうですか真水50兆円の補正予算というのは、はいはい、党内的にはどういうふうな受け止め方、はい、あるいはその実現性ってのはどうでしょうか、うん、あの例えば木原誠二副長官に応募書をお持ちした中でですねおっしゃってたのはその項目的な成長分野への投資ですとか。うん 燃油、えーまあ、肥料高騰対策ですとか、うんまあ、生活困窮者支援ですとかさ、うん、まざ、あ、まな面でですね、えー、思いは一緒だとそれで、えー、新しい資本主義を成功に導きたいんだと我々も導きたいと、うん、そういった思いも一緒だと<え>ただそのおデフレギャップを全て埋めて<え>さらに成長分を積んで<え>、えー、さらに 超過達成まで、ねうん、やるという,う規模感については、うん、やっぱりなかなかあ難しいかもしれないねという感じの話でした、うん、あのイギリスも国債は借り換え借り換えでずっと回してるけども、うんえー、債務残高を増やさないように回してるんだというお話を、うん、まあ木原先生もイギリスにいらっしゃったこともあるので、うん、お話をされてましたが、うん、その後ですね 近年はアメリカもイギリスもずいぶん、うん、日本以上に日本の何倍も国際残高を増やしてるというデータがありましたので、うん、それをお届けして、うんえー、日本もやりましょうということで,です、ねうん、お届けさせてもらいました今後ね主戦場となるのは自民党の政,調、はい、政務調査会になっても、ね、考えもいいですかね。ねねねね でそういった点でいうとです、ね、予備費5.5兆円から、うん、あの肥料高騰代に対するカバー費といったんですが、うん、800億円、はい、それから、まあ、節電ポイントで1800億円、うん、合計2600億円というです、ね、価格高騰対策ってのが閣議決定されたんですけれども、うんうん、なんか私思うんですけどね、うん、大丈夫これでっていうね <laughs>、はい、えっ2600 26億,億円しかもうやらないのって。 あのつまり秋の臨時国会まで、うんはい、これで何もなくなっちゃうというのはちょっとすごく少ないように思えるんですがその辺いかがあるんで肥料については岸田総理がおっしゃってた記者会見でおっしゃったように、うんえー、7割補填と口頭分の7割補填と、はい、そして、まあ、あ肥料を低減する取り組みをしてくれた方が対象だということで、うんえー、800億円でおおむね賄えるというふうに思います。うんはい、それは 今年年のののの秋の肥肥料料と来年の春だから節電ントの方は直接は私関わってませんがただ予備費でやるのは急いでやらなきゃならないところであって、うんえー、本格的に厳しいですねコロナの状況そして、えー、ロシアによるウクライナ侵略を含めてですね、うんえー、これらの対応をすることと同時に新しい資本主義を成功させるためにはですね 本格的にしっかり補正予算を組むべきだと思います。組むはずですから、その規模とですね、メニューについてですね。うん、さらに私どもも意見を言っていきたいと思います。うん、西田昌司、はい、本部長のところに要望に行ってまいりましたが、はいはい、あの文面にはないですけれども、うん、政調会としてですね、うん、大規模な補正予算を組むことと。うん お来年度当初予算についてもですね積極的な財政運営を図るようにですねうん、うん、決議してもらえませんかというふうにお願いしたら前向きに、うん、ちょっと相談してみるからというお話でしたのでそこに期待したいいと思いますね実際上、うん、こ上各本部であるとか政調会の、ね、やり取りを見てみると、うん、やっぱり積極財政派と財政再建派ってかなり激しいバトリーあるんですね、うんうん、激しいですね。 激しいです。ええ。喧嘩腰ですね、これ。はい、あの。あの、まあ、お前ら許さんぞとか。ええ。失礼じゃないかとかですね。あの、怒号が飛び交った場面もありましたんで。あの後って。結構ノーサイドになったりするものなんですか。それとも、やっぱり、あの、ノーサイドになってると思いますよ。あ、そうです。ただ、ただですね。ど、どこまで、こう、根に持つかっていう。そがあるから。 あれああいうの私は政治家や、まあ、一切やったことないんでわからないんですけれどもそのあとって過根は残らないんですかねやっぱりあいつら許せないとかそういうところもあるんでしょうけれどもやりっぱなしにしてないんでね、ええ、あのその後少し時間を置いてから「いやいや」って。 ちゃんとやってるようですから。その中で責任ある責任ある積極財政を推進する議員連盟としては。次の、あの、ステージっていうんですか。五十兆円のね、提言を。出しましたよね。次としたどういう活動をこれ、していくんでしょう。あの、今ですね。日本の経済団体としては珍しいんですけれども、経団連の。 二十一世紀政策研究所が中間層復活に向けた経済財政運営の大転換という報告書を取りまとめられました。いやで、これ,これあのおそらく経済団体として、うん、こういった中身っていうのは初めてだと思うんですが、うん、この研究所の皆さんと今講師に招いてまして、八、えー、月四日にもこの取りまとめの中心人物の長沼敏弘さんにね、うん、講師で来ていただくんですが。うん こういったところの連携を深めながらですね、国民の皆さんにも理解していただくその重要な第一歩としてですね、自民党の地方議員の皆さんともですね連携をしているようにしたいと思ってます。はい。あ、そういう点ではあの財界総本山の経団連も同じような方向性に今来ているっていうところなんですかね。先日このメンバーの一人の相田卓治さんという方にこう。 勉強会の講師をししてもらいました、ええ、経団連がこちらに大転換をしたんではないけれども、ええ、今までどおりじゃよくないんじゃないかというふうには思い始めてると、うん、まあそういうお話でしたし、うん、まあ徳倉会長はおそらくこちらの方向でね、うん、今考えてらっしゃるんではないかと思いますが、ええ、それは8月4日に長濱敏弘さんによくお話を聞いてみたいと思ってます。 加えて地方議員県議同議市議の人たちにも同じ思いを共有していこうじゃないかの来年統一地方選挙がありますので皆さん地元の皆さんと接する機会も多くてですねいろんな要望を頂いてるはずなんですよね。で私も北海道から例えば町村会の代表の皆さんが来てたくさんの要望があると大胆な財政出動して積極財政を行えば 多くの要望が、ね、実現できますよとはい、はい、そこも言ってくださいっていう言うようにしてんですけど<ー>北海道商工会議所連合会の今年の要望のスタートが大規模な財政出動を行いっていうところから始まっているずつこう うんえー、理解者が増えてます、まあまあ、特に、ね、地方中でも北海道っていうと、はい、まあインフラの老朽化であるとかね,ね,えねえいろいろと大きな課題抱えていて、はい、やっぱり財政出動していかないと、はい、生活基盤そのものもがかかなり悪化してますからね今まさにあの円安で輸出企業の利益が上がってる、うん、その上がってる利益を地方に分配することこそ,こそですね引き出せ 総理のおっしゃってるね、うん、成長と分配の好循環にね、マッチすると思うんですよね。最後に中村さんから見てですね、はいえー、岸田総理ってなんか私から見るとですね、なんかあんまりよくわからないっていうか、その目指す方向が鮮明に見えてこないんですよ。うん、積極財政で行くのか、財政再建で行くのか、うんうん、どういうふうな考えを今持たれているという思われます。岸田総理の考えを。 明確に私が申し上げることはできませんが、ええ、新しい資本主義で成長と分配の好循環を目指すと、ええ、そして経済あっての財政だとここは明確におっしゃってますので、ええ、ここについては、ま、僕らの考えとマッチしてますから、うん、その新しい資本主義は大胆な金融緩和と積極財政だというふうに私たちは <laughs> 持ってきたいんですよ。うん、そういうふういふに作り上げて そ、えー、そして成功にに導きたいいとうふうに思ってます、うん、え岸田総理がですね今どういう考えをお持ちかっていうのはちょっと私は明確にはお答えできません。でやはり私は思うんですけどもあの提言を見てみますとね、うん、やっぱり岸田総理が、ねうん、目指している新しい資本主義、うん、これを実現するためにはというフレーズが出てきますし、はい、やっぱり。 まあ、うん、あのまあ自民党のこれ議連ですからねやっぱり現内閣に対してですね、はい、全面的なバックアップつまり決して足を引っ張るわけでも何でもなくてですね、はいはい、その新しい資本主義を実現するという、うん、おなそういった同じ思いを共有しているというそういう理解でいいですよねはい、はい、その通りですなんか言い残したことはありますかいやもうですね、えー、あの本当にあの新人のお衆議院議員の先生方もですね、えー、あの非常にこうお 安倍総理とですね一緒にご飯を食べるような機会があって、うん、あの喜んでくれたと思いますし、うん、その思いを実現しようっていう思い思になっててくれています、うん、本当にあの木内先生のおかげで、うん、あの安倍総理とですね本当にあのいろんなお話をできてですね、うん あの私もあの暴言を吐いたこともあってです、ね、<laughs> なんか私来ましたよ、えー、なんか安倍さんがわざわざ地元に選挙の応援で来てくれた時に「寒いね」って言われたら「はいはい、あんたが解散したんじゃないか」はい、そう12月に解散したのあなたじゃないですか」っては <laughs> <laughs> あの。いやそれはあの 東京でで食事をしている場面で言ったこあの地元に来た時にもうさあの時は寒かったよねっていう話を食事してる時におっしゃって「箱の中でやればいいのに外でやるんだもんね」とかっていうもんだから、ええ、うそう言ったらみんなが凍ったんですけど阿部さんが笑ってたんでみんなが笑う、ええ、<laughs> 大爆笑したんですけど。 その時点って安倍さんってジョークっていうのかなユーモアっていうのをよく理解するんですよ。本当ににウィット飛んでますよね周りみんなシーンとしちゃうのに菊池顧問が一応謝った方がいいんじゃないって言って次の日本会議場に菊池顧問と私と本会議場で安倍先生のとこにね行って「昨日の暴言は大変失礼しました」ら言ったら「 見事だったね。まあそこが魅力なんでしょうけどね。本当にあの垣根を感じないオーラはあるけど、うん、本当にあの垣根を作らないで、えー、話好きですし勉強されてますし、うんいや、やっぱりこういう人が我が国のリーダーに本当にふさわしいよなっていうふうに思ってですね、うん、おりました。えー、でもそういう点ではまだねその世界の真ん中でね、えーはい、輝く日本。はいはい っていうのは志半ばだけども、安倍さんもそこは無念な部分はあるけれども、やっぱり安倍さんたちが撒いてきた種っていうのが、やっぱり大きくね成長してるんじゃないかなと私は思いますよね。昭恵夫人もね、主人はたくさんのま種を撒いてきましたっていうふうにおっしゃいましたよね。うんうん、まあそこをやっぱり私たちがしっかりですね、育てていくというか実現に向けて努力していくっていうのはですね。 勉強すればするほど私たちの進めようとする方向は間違ってないし国民の皆さんのためになるし、うんえー、これをしっかりやっていくことがです、ね、役割だと思いますので、うんえー、頑張りりまます、はいはい、いや今日はどううもありがとうございましたこのチャンネルものです、ねえーまあ、この積極財政派については常々というか常時ウォッチしていこうと思いますので、はい、ぜひ。えー また、あの取材をさせてください。で、こうやって、あのね、その優位のですね。あの若手の議員の方も紹介していただけたらなと思います。そうなんですよ。共同代表の谷川トム議員もですね。非常に、あの、素晴らしい役割をしてくれてますんで、ぜひ。はい。出演を。よろしくお願いします。あと、木内さんにも頼んでください。あの人、すぐ。あの、後ろに隠れちゃって。だいぶもう、木内さんが顧問として。 公文以上の配慮をしてくれてるっていう部分は。<laughs> バレてきてますから。バレてきてます。今、今まで黒子に徹してたんですからね。はい、えー、もうだいぶこう、顔こう見えてきてますね。<laughs> <laughs> あの、ぜひ、はい、ごあ、ごしてみます、はい。はい。中村さん、また、取材。お願いします。はい。ありがとうございました。今日はお時間とっていただきました。あり,ありがとうございました。